今日も始まりました。はい、レボなんでーす。大体いい人ですけど、サンドの飯よりお酒です。タケルです。よいしょー。じゃあそのタケルがグイグイしとく。じゃあそのタケルからね。グイ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 よし来いグイ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 よし来いグイ。じゃあね、じゃあ僕ですかね。よどうも、はじめまして、リアンです。よっ、よいしょ、よいしょ。ちょっと画面見てて思ったんですけど、なんか俺って代表の隣、まあ、座ってるからかわかんないですけど、なんか俺って顔でかいっすね。俺の方がでかいよ。いや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 、待ってたよ今の。しょっぱなから事件くれた、やめません。やめません。え、これは終わったの？じゃあこの流れで、じゃあ俺行きます。え、そうなの？順番こうじゃん。あ、いや、代表はやつはないな。これぐらいで、どうも、はじめましての方も、二度目ましての方も、三度目の、三度目の方も、チャン原則でおなじみの三崎大輝です。趣味は外跳ねです。安定のよろしく。よいしょ。それ趣味なんすか？毎度、ノリと勢い大事、ゆいじです。めっちゃ嬉しいのは、師匠って言われることが嬉しいでーす。よいしょー、師匠でしょ。ありがとう、ありがとう。かわいいですどうも。じゃあ、やっぱ、はい、大鳥の、大鳥じゃないです。はい、待ってまいりました。はい、どうも、ケンジです。今日はね、僕 MC じゃないので、控えめにね行きたい。今日から MC、三崎大輝川本さんよチェンジしたので、ぜひ、しゃべれない、いつもとは違う展開を、あ、いつもとはっていうかね、レボなんです、初めてですね。レボなんですになってから初めてなんですが、お手柔らかにお願いします。よっ、よっ、よっ、よっ。じゃあ、ここで、じゃあ、あれですね。ケンギム、ちょっと、メイムで、ケンギムで、いや、キムケンで、ちょっと待って、まず、メイヒムネタ知ってる、絶対身内やん。絶対身内やん。じゃあ、じゃあね、まあ自己紹介が終わったところで、じゃあ、最近の話題、話題ですか、ね、最近、バレンタイン、ああ、ありましたね。はい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 。みんな、そのバレンタインの感想、ちょっと聞かせて。バレンタイン、バレンタインデーの感想でもいいし、はいはいはい、じゃあ過去の、過去のバレンタイン、バレンタインのモテ、モテエピソードみたいな、モテエピソードみたいな、いや、もう持ってる男が言うじゃないですか。ドキポケで言われたよ、もうそれ。
もう終わりました。もう終わったよ。終わりました。やっぱり一番聞きたい彼が。ああね、バレンタインエピソード。武田君が。俺っすか。お酒が趣味の武田君からね。エピソードっすか。いや、エピソードでもいいし、あの、まあ、バレンタインデー、まあ、イベントあったじゃん。はい。うん、そんなの、まあ、感想とかでもいいし。いやー、そうっすね。バレンタイン、あ、セス。何キロ、うん、そう、武田君背筋伸ばしてらっしゃる。そうっすね、やっぱり。バレンタインイベント。あとはやっぱゴディバミルクがめっちゃ美味しかったっていうことと、別だね、うちのうちのお前が飲んだんだねそれまあまあそういうことと、やっぱりエピソードとしてはやっぱりなんて言うんだろう、まあバレンタイン、まあ大体まあ本命よりギリチョコが多かったっていうことですね。はい、よいしょよいしょよいしょ。普通そんな、僕ですか。イケメンのリアン君はバレンタインですか。バレンタイン、まあ、ポテトチップス持ってきてくれたとかあるんですけどね。あ、まあ、それは結構普通なんですけど、ね、ポロポテチ、あの薄塩大好きなんで、でまあ、それは置いといて、まあ、過去チョコ関係ない、過去ありましたね。けどやっぱりひよこ持ってきてくれた、はい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 、小学校の頃、小学5年生の頃何持ってきたんだろうと思ったらひよこ持ってきましたから。ひよこじゃねえ、間違えた、ハムスターだ、間違えた。本当に生きてるね。だいぶ間違えました。そういうことね。ひよこってなんでひよこになったの。ひよこ好きらしいです。本命はクリスタル。お、間違いない。あ、すみません。あ、いいっすよ。オッケー、もういいっす。だいぶ間違えました。これ、俺自分でやっちゃっていいですか。いいよ、やっちゃって。バレンタインの。いいよ、やっちゃって。しっかりだろうと。僕の感想は、バレンタインがリヤバだったんですよ。おう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 、まあ、リアバーの割に、まあまあ、なかなか、はいはいはい、楽しかったかなっていう。はいはいはい。で、まあ、リアバーの割に、誕生日おめでとうとかって、チョコレートね、はい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 、リアバーとバレンタインが重なってる悲しいやつなんですよ。はい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 、誕生日プレゼントイコールチョコレートみたいな。はい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 、っていう、まあ、悲しかったけど嬉しかったっていう。秘密の内容の話ですね。なるほど、はい、なるほど。え、オチは？いや、まあでも、え、ちょ、取らないっすか？怖っ内容感取らないっすか？いや、まあでもチョコレート大好きなんで、まあ結局、まあ美味しかったなっていう。美味しかったなっていうね。はいはいはい、美味しかったよっていう。チョコレート美味しいよっていう話ね、はい、ですね。まあでも、悲しい話を言うと、はいはい、まあ、過去にチョコレートを30個以上買ったことがあるんですよ。おお、まあ、それはなぜモテるモテるやばいですね。これナルシストみたいになってるじゃないですか。モテるなんかそれ、え、な、何個もらったんだっけ。30個以上です。かっこいいじゃん、なかなかいいじゃん、じゃんじゃんの王者。かっこいいじゃん、なかなかいいじゃん、じゃんじゃんの王者。かっこいいじゃん、なかなかいいじゃん、じゃんじゃんの王者。ほんで、いや、で、まあ結局そのなんていうんですか、結果がなんか、まあ誕生日だからチョコレートあげますっていう、あれで30個だったんですよね。で十分だね。っていう悲しい誕生日を、まあ、学校で言うとクラス全員みたいな30人。ああ、で、俺ちょっとあれがあるわ。ちょっと何ですか何ですか。ちょっとバレンタインデーのねイベントのそのドキポケ書いたっつったけど、はい、まあ俺はその思い出としてはあのクラスの男女にもらったって書いたの。はい、実は嘘ですよ、一緒。よいしょしか言えない。いや、そこ嘘つきも好きよ。嘘つき違う、めっちゃ放送おい放送嘘つき嘘つきてよ。ここまで持ってこい、嘘つきここまで持ってこい、嘘つきおお。やっぱ最後はや、我らがえ、この流れで最後のオチをやるの結構お願いします。すごい最後お願いします。うまくまとめて、まあ、まとめるっていうか、そうですね、バレンタインは僕は、まあ、うちの店がどうこうじゃなくて、もともとあんまりもらったことないんですよ、僕実は。タケルかぶってる、またまた、はい、申し訳ないですよ、やっぱりそう、もらったことなくてですね、なんと今年のバレンタインね、終わりましたけども、はいはい、あの何個もらったと思います、僕ね。やっぱこう聞きたい、視聴者の。お、何個もらいましたか。何個もらったと思います。50個ぐらいですね。50個いったかな。何個だと思います。何個だと思いますね。みんなちゃんと予想して。そう、
何個何個？2個、50個、2、5、50、4、はいはい、リアルな数字結構言ってくるね。まあ正解言いますと、ちょっと尺がね、ないんで早めに言いますけど、なんと今年のバレンタイン、僕、まあ、何でもやっぱね、この数字が好きなんですけど、これっすわ、これこれ、やっぱ何でも数字はこれが好きだから、ナンバーワン、え、もう、そうだ、ナンバーワンだね、はい、あれ乾杯する、ナンバーワン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 、っていう、というね、話でしたと、はい、まあ、ちょっと本当にあの尺が短いんで、はいはい、じゃあ、まあ、じゃあこの流れ、じゃあ、まあ、バレンタインといえば次来るのがやっぱお返しするホワイトデー、ホワイトデーですね、で、まあホワイトデーの話いきたいんだけど、やっぱこうホワイトデーのね、まあ、このイベントのね、はいはい、やっぱこう告知もしとかないとなっていうところがあるから、はいはいはい、やっぱりそのホワイトデーの、まあ、そのどういうねお返しがあるのかをね、じゃあうちのねお酒大好きたけるくんからね、ちょっとね、はい、やってもらいたいなと、あ、やばい、やめちゃう、ホワイトデーですか、ホワイトデーですか、うん、なんだろうな、もう自分の感想でしょそれ、ホワイトデー、うん、なんだろう、大丈夫、今尺短いよって話したの、たける、たける、頼むよ、ホワイトデー、まあなんかいろいろなんか、まあとりあえず、だけど巻き出てきてるよ、巻き出てきてるよ、巻き出てきてる、うるさいんだよ、まあとりあえず、まあちゃんきちゃんちゃんちゃん、お金使うの誰から、あの実家からとりあえず米寄せて米あげます、そういう話だ、そういう話だ、そういう話、ひりちゃん、あのイベント関係ないやろ、イベント何日ですか、だけど、ね、ちょっと一回黙ろうか。じゃあまあね、大丈夫、寿司さん、大丈夫、じゃあまあね、ホワイトデーは、まあ、バレンタインにちなんで、まあいろいろこちらからね、まあ、イベントにちなんでお返しがありますよっていう話なんだけど、まあ、ちょっとここがね、まだ知らない子いると思うんだけど、そのクリアの期待の新人をね、ちょっと紹介したいなと思うから、ちょっとね、新人ちょっと来てよ。いやいや、おい、ちょっと、言ったて言ったて、じゃあ、ちょっと新人くんたち、僕一回抜けますね、おお、また、またまた、放送事故にね、放送事故になっちゃう、じゃあ、新人真ん中入り、あ、どうも、どうも、じゃあ、我がっていうね、ここからじゃあちょっと紹介したい、ちょっとノーは隣に座る、おぉー、今回のバレるでしょ、関係ない、頼むよ、頼むよ、期待の新人しっかり頼むよ、自己紹介、自己紹介、じゃあ、行っていいですか、行っていいですか、行ってください、さっき紹介されました期待の新人、相馬修です、え、そこで次、ほら、ほらほら、次何も出てこない、じゃあ、お米が美味しいところ、お米がね、そのままになります、お米が美味しいところ、それ俺のネタな、思いっきり細いところパクって、パクリも大事かなって、まあそれは頑張ります、あれね、もう巻き出てくるからね、巻き出てくるから、頑張る、頑張る、頑張ります、はい、じゃあ次、イケメンの、どうも、イケメンの紹介に上がりました、しのぶのね、これあれ、ちっちゃい、ほら、もうどのあたりが期待なんですか、ほら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 、期待したっていいね、俺はここが期待の新人ですよっていうのをガッツリ言ってやらないと、特になんもまあまあな感じで、まあまあな感じで、じゃあ、ね、俺も会いたい、俺も会いたいよ、じゃあ、オッケー、どうせすぐってやめろ、どうせすぐ飛ぶってやめろ、それはね、それはトークで見返して、トークで見返して、間違いない、まあ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 、でもね、まあ、あの、まだまだトークは足りないですよっていう話だけど、まあ、顔はね、すごいイケメンだったっていうね、っていう、まあ、顔が期待の新人ですよっていうことでね、行きましょう、はい、OK、 じゃあね、そろそろ CM 行きたいと思うんで、みんなじゃあ CM でいい、行きましょう、CM でいい、じゃあ行くよ、はい、せーの、CM、 え、そっちなの、 I am music who newcomer just entered AJ is there already number one seller? Sorry, he could not be the one any longer cause I'll be the one. Hey gentlemen, would you like to know how to raise the sales? まずは面接、そして
簡単な接客レクチャー、ブラックソードの体験入店は日給1万円。簡単だな。簡単だろ。CM ね、開けたところで、じゃあ本題の、じゃあイーサン君、告知の方、お願いします。まあ先ほどね、まあ可愛い可愛いね、弟子がね、告知してくれたんだけど、3月10日、11、僕バースデーやるんで、これ見てる人、見てる人ね、絶対2日とも来てください、よいしょ！よいしょ！ちなみに、日付は10日と11 ゆうたちょんぼちょんぼミラクルちょんぼちょんぼちょんぼミラクルちょんぼやばいぞ やってくれましたね、これは代表カムバックか。じゃああれいきます、あの実はみんな言わせてくれたのに、実はみんな登場みたいなやつ、タイグル手振ってってタケル、座りなよ。座りたいんだよ。座りたいんだよ。あ、ここで我らがバイザー、ここで来ました。助けて、キリフだ、我らがキリフだ、イエーイイエーイイエーイしみ、そう、やめてないよ、やめてないです、やめてないですから。あのね、まあちょっとあんまり触れてないですけど、サツキバイザー、まあ多分どっかで見たことあるバイザーだと思うんですけどね、はいはい、きっとこの放送見てくれてる方は、1月度からあのうちのね、はい、お店でやってるんですけど、あれかな、
レオリオだ。レオリオだ。まあ持ってるのは別にエロさだけじゃないよっていうね。あと何あるんですか。あと最後さ酒飲んだらちょっとね。酒飲んだら大人格。酒飲むとやっぱね新しい自分の二面性になるよっていう。やばいやばい。やっぱね D の意思受け継いでる。D の意思受け継いでる。でね。でこの後ろに今手を振ってる。レオくんなんですけど、はい、まあリアンとねマブダチのいやーそうですね。やっぱなんだっけ今月はもちろんさっき告知した通り3月のね10日と11日に、うちのユイジよカンボさんのバースデーがねあの 2days あるんですけど、そこでなんとレオくんがね俺が負けませんあー言ってましたね。わー言ったカンボさんのバースデーには負けませんっていうね、え僕意気込みが僕レオンくんに負けたら坊主にします。よいしょー、坊主にさせます。あっ言ったな。おっよっ星狩りいますよ。星狩り星狩り。おっなんか星狩りまだまだなんか告知してくれる。なんかバースデーやな。頑張ろう。なんかねここに置いてあったのこれぴったりだと思ってやっぱそこまでやるってことはなんか告知があるんでしょ。告知あるし個人的な告知あるし個人的なバースデーで個人的な10月にバースデーがあります。おっまだ最初にゆいさんのまずってなんだよ。3月に10月、あと11月、あ11月じゃん11日、あえもう終わり。はいダメ。お前何してんの。はいダメ。ね、まあまああのまあ先ほども言った通りなんですけども、まあ3月はねゆいじカンボさんのバースデーもありますし、まあホワイトデーのね告知もしてもらったんですけども、バレンタインとねまあ連動してまして、バレンタインに来ていただいた方はホワイトデーはねびっくりな何か楽しいお返しがあるかもね、はいはい、かもね。なので楽しみにっていうこと、もしあのバレンタインに来れなかった方、またね来てない方も楽しいイベントしようかなと思ってるので、はい、3月のねイベント盛り上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。でね、まあ尺ね短めだったんで、まあもともとね1時間だったんでちょっとパンパンパンといきましたけど、やっぱこのねちょろっと余った尺、新人にこれからの意気込みをやっぱ、ね、さっきちょっと触れてないんで、ね、紹介してもらったんですけど、まだまだやっぱ意気込みがね足りないから、後ろのまず 青いレザーくんのシュウくんから。私ですか。私ですね。私ですね。いや今ちょっといい感じの波に乗ってるんで。お自分で言ったからには3月今月は誰に負けないんだ。今月誰に負けない。今月は誰に負けない。誰に負けない。誰に負けない。今月はセイラ君には。そこだった。そこは違くないから。リアルな感じ。リアルな感じ。お、ノア指名するだって。おやっぱこういうの見てね、そういう風にね言っていただけるとね、そう言ってもらえると嬉しいですね。嘘でもいいからみんなの名前それ指名するって書いてください。みんなのモチベーション上がる。嘘でもいいですよ。この場はとりあえずねモチベーション上がるんで、あのぜひみんな書き込みだけするだけはタダなんでね、ぜひよろしくお願いしますと。まあ3月やっぱでかいイベントって言ったらね、先ほどから紹介してる通りこちらのね、あの亀仙人こと、はい、ゆいじかんもほたがね、はい、亀仙人タモリかもしれませんね。タモリね、タモリ、まあ亀と似たようなもんじゃん、大体ね。やっぱ意気込み聞きましょうよ、今月のね、バースデー意気込み 2days やるんでね、かんもほたのバースデーの。またすか。大体その話しかしないよ。まあ、とりあえず、ノリと勢いで2日間ぶちかますんで、見てるやつ、見てるやつ絶対来いよ。よいしょー。ね、そんな感じでクリアね、お届けしましたが、まあね、勝手に締め作業に入りますけど、多分おそらくそろそろね、どうですか1時間やっぱね、今までやってたけど短く感じるね。短いっすね、うん、もっとね、長くもっと喋りたいっすね。もっと喋りたい。いいよ、喋って喋りたいな。おっ、俺が言う人。レオが言う人。はいはい、なんすか。どんどん喋っていいよ。あ、レオの意気込み喋りたいんだよ。おーそうね、今月ゆいさんバースですけど、お、坊主させるために勝ちます。はい、よっ、あ、勝てよ。はい、グイ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 、よしこい、グイ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 、よしこい、グイグイグイ。大事なことなんで2回言いました、同じこと。はい、大事だね、一番重要。確かにね。でね、さっきも触れましたけど、これもね、サツキバイザーね、今いるんで、もし、サツキバイザーのこと知ってて
最近ね、あの店では見ないなって方いるかもしれません。実はここにいます。やめてませんよ、そっちの店は。あっちにいるんでね。実はね、実はね、そうなんです。ちょっとね、あの今あの一緒に働いてるんですけど、まあ僕はあの結構ね、フェイス時からね、あの一緒にこういう番組を出させていただいてますよね、はい、前回もね、前回というかフェイスの時もね、まだまだあのこの時期をね逃さず、いつまでいるのか、そしてもしかしたらずっとかもしれないですね。怖いわ。ケツ叩かれてるじゃん俺。いやいや、ぜひあのね、楽しみましょう。楽しみましょう、本当に、ね、楽しみましょう。楽しみましょう。それしか言いませんね、楽しんで、はい、楽しんでいきたいなと。楽しみましょう。3月もね、はい、3月も楽しんでいってね、どん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 クリアね、新しいメンツもねいるんで、まあ新人の子も含めてですけど、まあ僕何よりもまあ自分で言って自分のことをしますけど、あの僕もねまだやっぱ頑張っていきたいなと。お、やっぱ今月バースデーのやっぱユイジ官房さん、おお、よっぬきよっぬきた、うん、いいなと思ってんでね、今ここ見てる方の力がもしかしたら彼に勝てるかもしれないんでね、ここで官房さんね、おお、負けられないんで。今月はねやっぱね、2月はね、実はまあ、こんな終わり際に言うのもあれですけど、まあ、バレンタインイベントありましたよってことも言ったんですけど、そのバレンタイン、2月14日の、ね、バレンタインがバースデーの、三崎大輝官房さんバースデーだったんですよ ね、このタイミングで、いやもうこのタイミングで言います、2月ね、はい、でもやっぱその感謝の気持ちをねやっぱ伝えた方が視聴者の方と来てくれた方もいると思うんでね、よっ、どうも、やっと病気が治りました、病気がね、チャン軍則です。おいや、引っ張りますね。さっき、まあ、バレンタインの話したんですけど、まあ、14日ね、リアルバースになります。これからね、もっともっと、成長していくためにね、これからもね、どんどん、進歩していこうと思ってるんで、これからね、クリアともども、見せていただいても、どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。よし、よいしょ。というわけでそんな感じでお送りしましたレボなんですですが、3月はね、先ほどから言っている通り、まずはユイジ官房さんのバースデーが、3月10日11、3月18日が、ホワイトデーのイベントとなっておりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。それではね、俺も会いたい、俺も会いたいよ、お楽しみということで俺も会いたい、会いたいんだ会いたいよ会いたいよ、さようなら、会いたいバカ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。する目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイツ2、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。